こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。夏になりました。ですね。今回は、陸潮時代のですね、詩人ですね。徐良という人のですね、宴に辞す。まあ、宴席にですね、参加した時のですね、詩ということで、ですね、まあ春よりも初夏の方がいいんですよというですね、そういう内容の句を含むですね、詩をご紹介します。宴に辞すと徐良ね、炎林わずかに熱あり、夏の朝日はさらに春に勝れりと、ですね、ということで、ですね、まあ、浅い夏、初夏ですね、それは春よりいいんだと、ですね、そういうことをですね、ここで、述べていますね。まあ、畑とか林とか、やっとですね、暖かくなって、ですね、まあ、寒さがなくなったということでしょうね。うん、そして、夏の浅い時は春よりいいんだとですね、そういうふうに次の肉、どんちくなお粉を含み、初夏いまだ塵を集めずとですね、柔らかな竹、まあ、竹の子なんですかね、まあ、竹の子からこう出てきたですね、竹なんかですかね、それはですね、まだこう吹いてるですね、出てきたばかりなので、こが吹いている、こう粉がついとるということですね。生命力を感じる感じがします。それからですね、これも初夏というのは出てきたばかりのハスの芽ですね。それはまだですね、塵を集めるという、埃をかぶっとらんとですね。ほら、まあ綺麗とですね、出てきたばかりで、ですね、まあ埃に汚されていない、ですね、綺麗な状態やということですね。まあこれ、3、4句は初夏のですね、風景を詠んでいます。そして最後ですね、恩を被り化石に預かる、王源一人何人ぞと、いずれの人ぞと、帝の恩を被ってですね、末席にですね、化石というのはまあ末席し、どういうんですか、同席するということですね、ことのできるのは王源、で、のみならずですね、どのような人であろうかと、いうふうにあります。王源というのは建安の七子ですね。王とそれから源羽、源羽というのは源石、竹林の七賢の源石のお父さんに当たりますけども、そういう建安の七子のですね、人々ですね、
ばかりでなくて、ですね、まあその2人だけでなくて、ですね、まあまあ名だたる人々であろうと、まあそういうことなんでしょうね。まあなんか、最後の肉は取ってつけたようなんですが、これはまあ宴にはべるという代からもですね、まあ素晴らしい人々がですね、この宴に参加していますよと、そういうことをですね、まあ述べているんでしょうね。もう一度言います。宴に一す女領、縁輪わずかに熱あり、夏の朝日はさらに春に勝れり、どんちくなお幸福み、初夏いまだ塵を集めず、恩をこうむり化石に預かる、王元一人いずれの人ぞ、ということです。ですね。多いんですが、まあ、この平水院、平水院はまあ、ちょっと新しいすぎるんですけども、ですね。上表十一神の院に属する、春、神、神と、というのが、韻を踏んでますね。最後に北京語で、朗読します。是宴徐林，园林才有日，夏天更胜春，念竹犹含粉，诸荷未俱全，承恩欲下席，因软独何人？园林才有热，夏天更胜春，念竹犹含粉，诸荷未俱全，承恩欲下席，因软独何人。まあですね、初夏の方が春にいいですね、よりいいんだと、いう意見、これはまあ女領がですね、まあ述べたのが、ごく初期なんですけども、ですね、それに賛同した人ですね、に南宋の詩人陸遊がいます。次回はそのですね、陸遊の詩をご紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。